左に菊池、菊池大輔、そして今日は坪井。まあね、もともとそのフィジカルとかね、そういうのには長けた選手ですからね。今左足でボール蹴りましたけど、ほとんど左でボール蹴れなかったんですけどね、蹴れるようになりましたね、少しね。だから左に入ってるっていうのはね、はい、なかなか、そうなんですよ、っていうのは非常に重要なことですから、はい、まあ、いろんな狙いがあってやったんだと思いますよ、ね、そうでしょうね、はい、ハードの中戦った天皇杯で久しぶりにその勝つ喜びというものを感じたというのが今ボールを持っている10番の菊池大輔。いいんじゃないですか、ボールを持ってる選手をどんどん追い越していくっていうのはね、そうですね、今ボランチの三沢は言いました、湘南のね形ですから、はい、長谷川アリアジスのクロス、ヘディングシュート、ワントップの大月です。玉場湘南のディフェンスラインにこう安定感っていうのをもたらしてますよね。アンドレバイヤーから菊池大輔、長谷川アリアジスのところカーノが奪います。オリンピック帰りの室谷、シュートは打てませんでした。しかし高山が入ったところよく見ていた、いいんじゃないですかね、シュートでもね、あっとシュートでも良かったと思いますけどね。逆に AC 東京、ボランチの三沢から長谷川、じわりじわりと湘南が上げていきます。 FC 東京もここはボールにチェック、ところを守備のところ安定しないと、うん、なかなか思うようにこう、ね、勝ち星を積み上げていくことは難しいと思うんでね、ここに来て少し守備のところ安定してきたと思いますけどね、はい、長谷川の体のクロス、ここも狙うのか、石川、石川が打っていく、これも中途半端なボールは長谷川アリアジャス、激しかったですね、はい、まあ、この試合に向けての準備期間を振り返りました。そして2列目の長谷川アリアジャスールもこうしたボール出しで何度も何度も顔を出しています。非常に切り替え早いですねと、今中島が映った瞬間に湘南が前に行っていたのでその辺りですね、はい、もう本当にね、チームとも集中して、そうですね、ところは早いと思いますね。大月が受けようとしたところ、吉本の方、ね、下田左で持つんでね、はい、こう状況が変わりやすいですよね、視野が広くなりますからね、ここに強い、マイナスのボールが奪って湘南、ボールを持って動き出していく長谷川アリアジャスルのところ、吉本プレッシャー、できればディフェンスラインの裏の方が良かったですね。人ではなく、切り返して川野が空いている、その川野へ予測しました湘南、そして今度は湘南が動いていきます。そのボールをカットした三沢が高山よりも前に行った、その三沢思い通りに行ってるのかな、というところかもしれませんね。逆にあの東京の篠田監督の方がこうやって前に出てきて、はい、まあ、時によっては声を出したり指示を出したり、こういうシーンが目立ちますね。なんかね、なんか意図があるんだと思いますよ。センターバックの吉本からのパス、長谷川リアジャスが足元取られたがファールを奪った。土井さん、それからようやく雨が、いい守備ですね。三沢を奪った、三沢が左足で入れる、もう一度三沢に戻る、三沢から大月のところは足の裏でした。この前を向くスピード、あの辺の切り返しですよね。長谷川アリアジャス、大月が左に出した、菊池大輔、一方長期監督はもっとチャレンジしていこう、積極的に前にボールを運ぼう、この2点です、以上です。まず FC 東京篠田監督のサイドからというこの狙いですが、まあ、そうですね、カウンターを受けないためにもしっかりサイドから、
本拓也から赤山ね、まあ、守備のところ当然あると思いますけど、はいはい、赤山とレズレで奪ったこのボールをつないで左に展開伊佐尾東京だからこそ楽ということではない、その同じ漢字は使うけれども楽しむんだと、そういうような状況をみんなで、この苦しい状況をみんなで乗り越えることを楽しもうじゃないかというような気持ちになれば非常にいいんじゃないかというふうに語っていました。その坪井に代わって斉藤美月が入りました。日本語難しいですね。いや本当そうですよね。楽しいって言うとなんかいけないみたいな感じですし、はい、まあ、こういう状況を喜びを持ってやっぱなんか、はい、湘南がね、はい、まあ、選手を変えて、この流れを変えに来てますからね、はい、FC 東京はそこでしっかりと対応する時間でしょうね。宮優太はアンダー19のフランス UAE 遠征に2カ国またがって2試合出たということで、その疲労もあってか今日はサブから外れています。若い選手の中でもう一人の斉藤美月が今日出るってことは相当消耗してますからね。あ、そうですか。今度は今右に菊池、あ、いいとこありましたけど、なんとかこじ開けよう、なんとかしようという湘南のフォーメーションを変えつつ変えつつというこの流れ、3人目の選手交代の準備を進めている湘南、全ての選手交代をもう使い切ろうとして、ダイレクトに入れずに左足の三沢は出して、ここで下田が右足で入れた、ジネイこぼれた、もう1回ミドルレンジから打つ、ジネイに当たる、斉藤折り返す、クロス入れます、ジネイの頭の上、今みたいなボールでジネーでしょうね、はい、ジネーの高さ、一つ大きなポイントになると思いますね、交代ということで、おやおや、もうあの紙を提出する寸前に今のゴールを見て取り下げました。川野は福田さん、自分でその後の出場機会も得たというゴールですね。まあまあそうですね、自ら奪ったというんでしょうか。まあ、ゴール決めても変えてもいいですけどね、もうね、はい、しかしこの時間帯湘南が圧力をかけているところをしのいで逆に FC と追加点ですよ。うん、見事なゴールでね、後半はね明らかに湘南のこう押し込む機会多かったですけど、ウェスレー折り返してジネイ、元気になっちゃいましたね、点取ったらね、確実に返ってましたね、今今のプレーなんかもう本当に伸び伸びとね、プレーしてますからね、気持ちよくやってるっていうプレーですもんね、はい、長谷川リアジャス、果て、まあ、長谷川ああいう形でボランチに下がった時にはああいう危険なところにボール入れられる、はい、そういうね自分の持ち味で、それがボランチの時には行く長谷川リアジャス、斉藤から長谷川、もう一度斉藤、とにかく相手を剥がしながらオフサイドない、ウェズレーが入れる、ジネイまだあるか、斉藤は打てない、ウェズレー効いてますけどね、あの飛び出すスピード、それからあの相手が追いつけないところに行くところですね、スピードと集中力のある選手ですからね、今日見つめる形に変わっていますが、今は腕組みをしながらチー、そのあとは選手交代全部やったということで、長谷川リアジャスシュート、あとは選手に託すという気持ちで見ています。もうねベンチとしては、ね、前線の前田、そして東、東が非常にね好調だっていうのが心強いですよ ね、 すね、東京にしてみるとね、はい、一番今自分に合っているポジションのトップ下ということもあるでしょう。まあ、本当に誰もが好感を持てるようなゲーム内容で、迫力もあるしゴール前に飛び出していくみんなが驚くようなエネルギーの持続と、そしてスプリント力、チャンスは生まれるか、収めた、長谷川リアチャンス、戻してシュート打てる、丸山ですかね、今体ね、そうですね、